アトレチコ会長ジョアン・フェリックスのバルセロナ残留を歓迎。アトレチコマドリーのエンリキ・セレス会長は FW ジョアン・フェリックスがバルセロナに残ることを歓迎している。スペインマルカはコメントを伝えた。セレス会長はそんなポルトガル代表 FW について来季もバルセロナに泊まるのが妥当との見解を示している。彼はバルセロナでプレーしているし、あそこに残りたいと思っているのだろう。バルセロナが彼を望み、彼がバルセロナに残ることを望んでいるならば、つまり全員が満足できるというわけだ。バルセロナはとても魅力的かつ素晴らしい選手を残すことができるのだから、とても幸運だよ。彼はバルセロナに見事に適応した。私たちは彼に対して世界一の幸運を願うだけだ。あとは、アトレティがどれだけの金を手に入れられるかだが、それは金銭を扱う人間に聞いてくれ。ならば全員が満足だ。世界一の幸運、笑い闇たっぷりだな。アトレティコよりバルサが合ってるのは間違いない。けど結局レンタル延長までなんだよね。フチレ同様が臨時の助っ人という立ち位置は変わらない。いろいろやらかしてアトレティコママもいい印象はない。どんどん立場悪くなってる気はするな。皮肉も込めてバルサにお金を出すように促しているのだろう。要は帰ってことよな。あんたらがどんだけ法外な移籍金要求してもバルサはスルーすればいいだけだからな。このままトレティコとの契約満了するまでレンタルし続けて、最終的にフリーで獲得するつもりか。マジで値段次第なんだよな。変に金使ってまで取る必要は感じないけど。フェリックス残留できなかったらどうなってたんだろう。笑い